はい、テッシーです。ロマサガ2ですね、やりましょう。漂流船がね、暑かったということで行きましょう。いやー、気持ちいいっすね。アレクラスを倒せるってかなりですよ。何ハマってんだと。よし、行こう。こっちは宝箱っぽいっすね。オッケー、こう。ボーパルソード。なんだその強そうなやつは。と。ちょっといいっすか。あーでも大剣で強いやつか。あー、そしたら大剣の技を覚えさせてくればよかったかな。覚えさせてないんすよね。なるほど。あ、ちょ、投げ払い。なるほどね。まあまあまあ。まあでも盾が重要だから。ちょっと正当化しようとする癖が出てますね。大地の聖域、森の聖域、ちょっと、もう一回使っとくか。もういつ、さ、あれになるかわかんねえから。ワグナス戦。これ多分さ、もう左、そうそう、ここ、いや、ダメ。多分左上がっていくと、ワグナスがいると思うんですよ。私の記憶が正しければ。これ出れんじゃん。これ出ちゃうとなんかやばい。気がする。出ちゃう。え？何ここ？あ、あそこが多分本命で、宝箱がありますよと。ああ。うわ、やばい。ゴルゴンやべえ。あのコムルーン火山で死ぬほど戦いましたよ。レベル上げした時で、あいつはマジでやべえからって。来い、そうだ、こっち来い。よしよしよし、オッケー。ボーパル、よくない、よくなくなくない、オッケー、よくない。これはさ、もうこっちでしょ。あれあれ、あったあったあった、行きましたか。弱い。どういうことっすか、このソードとアクスのこの違い。ちょっと待って、おかしくない？おかしくないっすか、設定。で、左は何なんだ。左はあれかな、別マップ、あれ別マップなのかな。別マップというか、前来たとこか。こいつを倒すと奥に行けますよと。ディアブロ、いいじゃねえか。こっち漂流と戦った身だぜ。ここでね、油断しないで、いや、千切りで行け。この形の下ね、やつ、茶色のやつは弱かったんですよ。一ターンで倒したことあります。でもこいつちょっと油断、まあ逃げることもできると思うんですけど、ちょっとここは慎重に行きましょう。ぜひ倒したい、逃げて別のさ、モンスター出るようにすることとかもできると思うけど、ちょっとここはさ、倒していこうぜ。漂流のさ、漂流の、やばい、これやばい。あ、死神のカバン。うわあ、おお、ライフポイントそのまま削るやつ。あの地獄のやつ、海の主のやつじゃん、あれ。これはやばいね。ちょっと待てよ。HP が相当削られてますよと。いや、でも死ななくてよかったよね、これ。生命。まあ、千切りでどんぐらいいけるか。ガチの戦いですから。で、元気印の方がいいのかな。元気印で、ちょっと回復。
いやーでも一旦生命の方がいいのか、こっちジェイムスは。千切り2発で倒れてくれると嬉しいんだけど、はい倒れないと。ブレードネット、おヘルファイヤー、これはちょっとやばいかなみたいな。おおわって言ったけど、はあはあはあと。ジェイムス、ちょっとやばいっすね。回復回復。さあどうなるか。でも自利品、ちょっと自利品なことに変わりはないよね。元気にはしたけれども業種が来ると。まずい、これはまずい。ちょっと、ちょ待て、それはまずいって、それはまずいっすわ。どうせ皇帝一番最初に動くから、もう千切り千切りでいくしかないっすね。で元気水でやってあげて、生命でちょっとだましだまし。あーこれ痛いな、これ痛いな、うまいな、皇帝うまい。今の一撃、うわ HP 高いわやっぱり。皇帝の一撃よ今の。パンチで死ぬって。あーなるほどな、いやーなるほどな。千切り生命、でどんぐらいいけるかですよこれ。 HP がなかなか高いんで。お皇帝にやっといて正解ですね。皇帝に来い、よしよしよし、これは皇帝に来て正解。生命で回復してあげると。ライフポイントは削られたけれども相当回復しますよと。でも相手削れてますからね、言っても。でもここはもう千切りで行くしかないでしょう。3体3人千切りで一気に削ると。よし、まあ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 減りましたけれども、まあいい感じでなりましたね。これでもうそう、確かに減ったけれども負けなかったっていうね事実、まあこれをねアホと取るかどう取るかは皆さん次第ですと。こっち正解っぽいぽいなぽいな。こことここにボーパルがあるのかな、多分ボーパルあるかな。こいない、何にもなかった。右側にいて何にもなかったっていう。何してんのこいつらマジで。よし行こう。で上に下に行くんかこれ。でもあいつ足遅そうだよな。お兄ちゃん真ん中からどうなんこれ。バレると早くなりますよと、そういうことですよね。で捕まりますよと。あこれはいけす、確かいけた、確かいけたよねこれは。でもまあまあ、でもまあまあ混合力混合力でいっときましょうか。2888相変わらずですよね。さっきのやつにも容赦なく2000以上与えてましたから。うわあ。うんまずい、まずいっすね。これはやばい。
そっか、元気の水を先に与えとくっていうのもこういう場合ではありっちゃありなんだね。カウンターとしてさすがにやっとかないとまずいですと。おい、なんかパンチ好きだね。いや、ありがたいんだけどね、ダメージあんまり受けないから。 OK、 死なずに済みました。よかった、それだけでいい、それだけでいい。そうね、あんまり、あ、上のやつも結構距離遠かったけれども気づかれましたね。そういうあれなんでしょうか。残像剣2発でジ・エンドですね。まあ一応地の技、地の術でベルセルク好きだねこいつね。ベルセルクは何の技なんだろう。小古剣、小剣なのかな。上のやつがどん、あーでもこれどんどん気づかれるパターンっすね。あ、下に扉があります。うわ、これ逃げていいっすか。これやばそうじゃない。でも行ってみる、ちょっとやってみようか。逃げはなしで、行使とかやってくるから、とりあえず元気水でだましだましみたいな。おお、入った。ああそう、一発で死なねえのか。ほらガード回避2発、ジェイムス、あ、一体残ると。なるほどね、元気水早い。元気水早い。マッドバイダー混乱遅い。まあまあそういうこともありますよと。でそうなんだよな、こいつな、まあ、まあまあまあ千切りでいきましょう。行くけれども回避がなあるからなってとこっすよね。違う、待て待て、まあ千切りにしてあれか、混乱しちゃってるか。あれ、混乱の終わりには術が使えなくなってる。混乱、そしたら防御して生命の水、入れ入れ。うわー、おお、回避しきれてない。そういうこともあるんですね。さらに剣が上がっていくと、多分ここ、ほらもうここがワグナスなんじゃないかなと。はい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 、来ました。来まして、来てます、来てます。よしよしよし、ちょっとゆっくり一体一体行きましょうか。じゃあな、かまいたちとか、なんかよくわかんねえことしてくんですよね。でもってあんまりもらえないみたいな。混合力と元気の水で。一旦、先にやってもらえれば、多分倒せる。あ、全然クソ余裕でしたね。よしよしよし、倒していきましょう。大丈夫です。メドゥーサさえ気をつければ。催眠は効きませんからね。念のため、行使がマジやばい。ほら来た。うわくぅ、このメデューサ素晴らしいな、今のは素晴らしい。ちょっと惚れた。いいね、今のコンボというかね、これは素晴らしかったね。敵としてあっぱれ。ちょっと危なかったっすもんね、マジで。よしよしよし、いやあっぱれですわ。そうか、残像剣ってそういうのがあるとやばいっすね。はいはいはいと。いやー怖かった、一瞬ちょっとヒヤッてしましたね。なかなかいい攻めするじゃねえか。さすがに今のはヒヤッとしたぜ。だがな、
こんなもんじゃ俺からゴールは奪えやしないぜ。草薙、あ、ちょっと怖いな、怖いな、これな。怖いわ。いや、でもちょっと、やるしかないっすね、こういう気に。やるしかないっすよね。いやー、イメドゥーサいいね。ちょっと見せ場作ったよね。OK。まあ、じゃあ、もう、いよいよワグナスですよ、これ。あ、もうちょいっすね。わ、いた。うわ、上。こいつは弱い。こいつは弱い。茶色の、さっき言った茶色のやつってこいつのこと。こいつはね、弱いんすよ。見かけ倒し。マジで弱い。なんだったら一撃で倒せんじゃないって。さすがにそれは無理か。無理でしたね。で、これはもう、前あと二人で。全然倒せるっていう。わ、もう弱い。ディアブロがやばいよね。これディアブロじゃねえの？どうなの？うおー、いい感じで出てくんじゃない？どうする？ここはもうやるっしょ。いや、ちょっとやめ。もうワグナスと戦いたいから、俺。ちょっともう俺のね、口の中ワグナスになってくからもう。俺の口の中マジでワグナスになってっから。で、森の聖域で3個ぐらい回復すれば、ほぼマックスでしょうと。これがもう足りなくなる頃にはワグナス死んでると思うんで、と思うけど、やっぱり後悔したくないんで、全開しとくと、ほぼ全開ですよと。で、術もまあまあ OK として、HP はもう元から全部回復してますからね。まあ、アマゾンストライクだと。スピード上がりますからね。それはもう、あれもない。術種。一応回復。まあ、まあいいでしょうと。よっしゃ、行きましょう。ワグナスです。いきますね。我が浮遊城へようこそ。ここまでは楽しんでいただけたかな。いや、結構楽しみましたね。漂流戦からね、ディアブロンもね。はい、お、十分楽しんだ。はい、それは良かった。短い命の最後の思い出にするがよい。OK、さらばだ皇帝。おー、ワグナス。これは強い方なの？なんか光ってるのかな？わかんないですね。まあ、水舞作戦でいきましょう。水舞で。OK。まあ、あとは元気の水とかで、なんとか、ステータスやられたらだましやっていくしかないですね。サイコバインド。全員、超強くね？え、ちょ、待って、強くね？え、ちょ、待って。もう一回やられたら、結構アウトなんだけど。ちょっと待って、今誰回復した？ちょっと待って。ちょっといきなり後手になってると。後ろのやつと後手回復して、ちょっと待って、サイコバインドはちょっと勘弁なんですけれども。待てよと。サイコバインドは、はあ、無理くねー。ちょっと待て。
で、しかもあいついねえじゃねえかよ。あいついねえじゃん、マジかよ。サイコバインド。ちょっと待って。サイコバインド無理くねえ。あの防御のやつであいついねえしよ、マジで。なんなん、ちょっと皇帝殺しますか。あの防御力上がるやつあいつ欲しいっすな。いや無念も無念よ。サイコバインドあれやばくね。収入ありますと、200万ありますと、金はちょっとずつ溜まってきてると。いやあのさ、サイコバインド一ターン目だけかなって思ったんですよ。ほらよくあるじゃないですか、一ターン目にガーンってめっちゃ強いのやってくるけれども、二ターン目以降はまあ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 普通みたいな、普通というかまあ通常になるからっていう。で何ターンかに1回サイコバインドやってくるみたいな、それかなって思ったんですけど、2回来ましたよあれ。 HP 全員回復みたいなのが あるのかな、これ。生命の水をなんか強くするとそうなる。つえー、水ちゃん、あーできないかな。お、仲間一人の HP や体の異常を完全に回復。おお、これいいじゃん。いやいいんだけれども、クイックタイムよ、クイックタイム。ああ、もうクイックタイムよ。こっちかな？そしたら。いやー、ダメか。なるほど。まあ、じゃあ、完全、それいいね。とりあえず、それいただきましょうか。よろしい。お願いしますと。そんでもって、これはでも風になっちゃうか。もうそうすると風とさ、竜巻で敵一体、ああ、これはいいっすわ。行動不能になかなかならないからね。そもそもが。うん。クイックタイム。もう、何、ワグナスにやられ？ノエルにやられか。いやでも行けたことは良かったからね。スービエとかどうするんですかね。メッシナ、ロンギットマーメイド、ここも入れんだ、こっちから。人魚の話はもういいのかな。ここは新しいとこ行けます。大和だし船は出せません。あら、そんな感じなの。あれ、そこの大和だしでなんかするんでしたっけ。トバ、そこで戦うんか、もしかしてヌオのか、今度行くの。はあ、そういう感じか。モーベルム、ここも多分出せないって言われるんじゃない。あ、本当だ本当だって。なるほどね。
まあとりあえずちょっとパーティー編成しまして、あのおっさん、あの防御力上げるおっさん その前に一回ちゃんとここ行ってみようか。陣形とか魔法に頼るのはまあさておき、ここ行きたいよね。ちょっと待って、こおっさん、おっさんこっちに来ていてほしい。いねえし。OK 了解です。ではパーティー編成してまた次回の旅に備えたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。テッシーでした。失礼いたします。